九州北部地方が梅雨明けしました。今日も熱中症警戒アラートが出されていて、暑さへの注意が必要です。福岡管区気象台は先ほど、大分県を含む九州北部地方が梅雨明けしたとみられると発表しました。去年より3日早く、平年より3日遅い梅雨明けです。県内は今日も午前中から気温が上がり、宇佐市院内や日田市ではすでに35度を超えました。大分県内は6日連続で猛暑日です。気温はこの後もさらに上がり、多くのところで猛暑日となる予想で、熱中症警戒アラートも3日連続で出されています。こまめに水分補給を行うなど、熱中症に十分警戒してください。